さて土曜日、今6時半ですね。だいぶ外明るくなってきましたね。まだ寒いけどね、ちょっと。まあ気温も少しずつ上がってきたし、日も長くなってきたんで、いよいよ春に向けて季節がやっと動き出したかなっていう感じですね。今日は1日お休みなんで、最近ちょっと睡眠が不足しがちだったんで、しっかり体を動かしつつ休ませつつ、でもやることはやるというか、そんな感じですかね。今日は2月3日土曜日です。やばい、固まってる。あったかくなったとか言ってもまだ4度やもんな。やばいってこれ、見えねえよフロント。やっと溶けやがった。3分ぐらい遅れたけど、スタートしましょう。到着。いろいろあって今6時45とかもう7時になるんですけど、意外と人多いな。さすがや、みんな活動的で素晴らしい。刺激もらいます、本当に。多分ジムの中人が多いんで、ちょっとこのカメラ持っていけないんで、まあ iPhone でチラチラちょこちょこ撮ると思うんで、しっかり朝のワークアウトやっていきます。今ちょうどトレーニングが終わって家帰ろうとしたら、公園に遊びに行く妻と子供と鉢合わせをしたので、僕も一緒についていくことにしました。最近モーニングルーティンやんな。うん、朝9時ぐらいから公園で遊ぶっていう。まあ平日は僕も一緒にできないんで、今日土曜日なんで一緒に遊べる。にこんにちはって、ほらこんにちはって。おいに最近歩けるようになってるやんな。おう。うわ。うわ。パパ。にゃにゃ。30分ぐらい、いつもどれぐらい遊ぶの？1時間ぐらい、ね、1時間ぐらい、うん、まだ30分ちょいぐらいでしょ。まあでもちょっとぐずってるし、私もジム行くから。オッケー、もうちょっと遊んでてもいいよ。いや、帰りましょう。僕はもう疲れてます。また午後は遊ぶから、どうせ顔打ってちょっと傷だらけになった。そう、顔が傷だらけ。
ってるわ。マジでこのルーティーンがマジクレイジーやけど、いやほんまにやめられん。いや、ぶっちゃけいつでもやめれる。全然想定より早く起きた。想定より早く起きちゃった。おはよう。おはよう。着替えさせてくれ。今日は朝ごはんはこれにしようかなって感じで、まあ、このパンとかもここにねめっちゃ書いてあるんですけど、タンパク質 13.5g で鉄が 1.7mg、 ビタミン C 17mg ということで、まあ、タンパク質はねこのパン、これちっちゃいし、このサイズのちっちゃい食パンが2つあるんですけど、ここに 13.5g っていうのはまあ結構多い方やなと思うし、まあ、鉄とビタミン C に関してはごめんなさい、僕ちょっと多いのかどうかちょっと分かんないんですけど、パンでそれだけ取れるってすごい魅力的やなと思ってて、ミニ食パンのプレーンで、これがミニ食パンのレーズンって書いてますね。これ新しい味やな。シナモン味のスティックパンみたいなやつなんですけど、これが僕結構好き。これともう一個メープル味ってあるんですよ。メープル味はちょっと僕これ届いてすぐ、一番好きなんでこれ届いてすぐ食べちゃったんで、もうちょっとないんですけど、これが一番ですね。これコンビニ、これとメープル味はね結構コンビニにも売ってる。でこれがベースブレッドの多分あの普通の丸いパンのプレーンですね。これ一番新しい、なんかリッチって書いてある。リッチって言われたって、これ一番なんか新しい。何がリッチなんやろうね。これがカレーパンか。カレーパン、これ2番目に好きなやつ。チョコレート、普通のチョコレートのもちもちしたパンですね。クッキーもこういう、まあいろいろ種類があって、まあ、これまあ間食でお菓子とかスナック菓子とか食うぐらいだったら、まあこういうのに代用してもした方が体にとってはプラスなのかなっていう感じですね。まあ、普段お菓子自体食べないんで僕はあんまり、こういうのはまあ小腹が空いた時にはいいかなと思います。もともとこれはインスタグラムでアンバサダーをさせていただいてるんで、まあ、YouTube で紹介はしなくていいんだけど、まあ、一応で提供していただいてるし、皆さんにまあ紹介しとこうかなっていう感じです。プロモーションのなんかあれつけなきゃいけないのかな、 YouTube で。分からんけど、去年の10月からそのステマ規制みたいなのがすごい強化されて、まあ、アフィリエイトとかが難しくなったってわけじゃないんだけど、ちゃんと絶対 PR ですよっていうのを主張しとかなきゃいけないですよね。もしかしたら、この動画にもプロモーション含みますみたいな感じで表示されてるかもしれません。はい、ということでこれ食べていきましょう。まあ本当はこのまま開けて食べる、そのまま食べちゃうんだけど、まあどういうものかを見せながら食べた方がいいと思うんで、まあこれはもう完全に動画用です。これチョコで、これがリッチってやつですね。今日これ飯とコーヒー、これはさっき妻が入れてくれてたやつね。うん、うまい。前より味変わったっすね。なんか前とちょっと違うわ。美味しくなってる。まあ実際完全栄養食とかってあんまり美味しくなかったりするんですよ。ぶっちゃけた話言うと、このチョコレートもめっちゃうまいわけじゃないんですよ。普通にうまいぐらい、普通にパンって感じなんですよ。ベースさんから定期的に情報来るんですけど、味もね結構改良されてるっぽいんですよね。定期的っていうか改善をしてるみたいで、前と違うわ。確かにうまい。このリッチっていうのも気になるんですよね。何がリッチなの。普通にパン、今ちょっと時間が空いてるんで動画を編集します。子供も今ビデオを見ておとなしくしてくれてるんで、ここまで撮った動画をサクッとカット編集だけパッとやりたいと思います。はい、お昼ご飯、お刺身をね、お刺身を買ってきてくれたんで、いただきます。刺身はタンパク質が豊富なんで最高です。魚の脂質も、なんだかんだ現役引退してからも食べる量がそんなに変わってなかったんですよ。動画の中でもちょっと言ってるんですけど、引退してから体重を落とすのが難しくなったなっ
ってちょこっと思ってたんですけど、まあ、冷静に考えて今まで週4とか5で、まあ、野球の練習とかハードな運動とかをしてたわけなんで、まあ、それが今なくなってるんですよね。だから毎日ジムにも行って有酸素してるし、まあ、筋トレとかも週3、4とか、まあ、少なくとも1、2回は絶対やってるんですけど、まあ、それでもあの野球みたいに全身使う運動っていうのはまあやってないわけで、まあ、その生活習慣の中で今と同じ量、特に米とかね、やっぱ1食で2合以上食べたりするんですよ。だその辺はね、やっぱり調整をしていかないと体重落ちないのも当たり前だろうなっていうふうに、お米の量をね意図的に減らしてます、まあ、糖質の量ですね。ただやっぱそれだとなんか今まで満腹感がやっぱ全然なんか今までよりも足りなくなるんで、しっかり噛むっていうことを、噛む咀嚼をね意識的に噛むようにしてます。結構噛まずに飲み込んでどん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 書き込むタイプだったんで、まあそういうところからちょっと変えていこうと思ってます。なんで今回の米はもう本当にいつもの、まあ、半分とまではいかなくても4分の3とか3分の2ぐらいで、まあ、調整をしてるって感じですね。今は摂取カロリーよりも消費カロリーを大きくさせたいから、食いすぎっていうのはあんまり良くない、まあ、やっぱりもう基本的に体って食べたものでできるんで、これがもう原理原則なんで、ね、意識をして食事食べるものっていうのをこう調整していこうかなと。おい、怪我した。顔の傷がめちゃくちゃ増えてます。顔の傷。でもさ、俺もさ、ひげ剃ってさ、めっちゃここ赤くない？痛い？いや、血出てた、さっきずっとこの辺。あれ、あかんわ。せっかく手にまとめる。めっちゃ赤いよね、ここ。言われてみると。じゃじゃーん。じゃじゃーん。散歩久々、うん、結構久々や。ちょ、飲みすぎないよ、飲みすぎないよ、人の飲みすぎないよ。最近は特にパソコン作業が非常に多いんで、仕事の以外でもね、むしろ仕事以外は常にパソコン触ってるみたいな日常になってるから、もう目が常にここ痙攣してるんですよ最近。よくないけどやることがちょこちょこあって、まあ、それはもう今やらなきゃいけない時期なんで、まあ、こうやって意図的に時間取って散歩するっていうのはめっちゃ大事。あ、飲みやすくなってる。なんかこれあれやね、ココナッツの感じが。これ微妙やわ。ココナッツじゃなくて多分ヘーゼルナッツ。うん、そうそうそう。美味しいけどココアでいいやって感じ。俺の中で美味しいだよ。なんでそれ頼んだ。ジャンドゥーやって書いてあって、なんかもう商品名がよくわからなかった。そんなこんなで一日が終わりました。夕方の散歩シーンからもうここまで飛んできちゃったと思うんですけど、まあ、あれから帰ってきて、まあ、ゆっくり家でちょっとゆったりして早めに夜ご飯を食べました。今日は鍋を食べて、赤からの5番ちょっと辛いんですけど、最近妻とハマっててそれを食べましたね。普通に美味しかったです。ほんでその後お風呂、子供をお風呂に入れた後に今日ひたすらその後動画編集やりました。動画編集を2時間ぐらいやって、今ちょっとだけ Netflix でハンターハンター見てました。ハンターハンター僕ここに来てめっちゃハマってて、あのネットリックスのアニメで見てるんですけど、まあ、ハンターハンターむちゃくちゃ人気なやつで、何年もの救済を何回も挟むっていう、でもめちゃくちゃ世界中にファンがいるっていう、もう最強の漫画なんですけど、まあそれをね最近ネットリックスでずっと見てて、まあ、おもろいなってことで、ハンターハンター好きな方いらっしゃったらコメント欄ぜひ教えてほしいんですけど、まあそんなこんなでもう今時間が11時ぐらいですね。そうだね、10時55分なんで、結構眠気も来てるんで寝たいなと思います。
やっぱ、まあ、前回のエピソードから2週間ぐらいちょっと日が空いたんですけど、やっぱり久々に1日をブログとして撮っていて、でもおもろいっすね。なんか僕もやっぱコンテンツを作っていくっていうのが結構まあ好きみたいで、ゆくゆくはねこういったのを、まあ、自分の本業の仕事としてできるようにもっともっとスキルアップもしていきたいし、まあ、インプットもして、このイタルブログのチャンネルコンテンツのクオリティ、ブログのクオリティっていうのをちょっとやっぱ上げれるようにね勉強もしていきながら、やっぱでも足動かしてなんぼなんで、こういうのも作ってアップロードしてみんなに見ていただいてっていうのがなんぼなんでね、編集がやっぱ大変だったりとか伸びなかったらどうしようみたいな、まあ、いろんな雑念があって、こう撮影から編集アップロードが億劫な時ってあるんですけど、まあそれでもね毎回見ていただいてる方とかコメントしてくれる方もいらっしゃるんで、そこをモチベーションにしながらね頑張っていきたいなと思います。はい、ということでかなり、ね、夕方の散歩シーンからここまでかなり時間がタイムスリップしたんですけど、今日のブログはこんな感じになります。動画は面白い、参考になった、役に立った、モチベーションもらった思っていただいた方はですね、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。コメントもね 99.9% 返信させてもらってるんでお待ちしております。本日のエピソード以上になります。また次回の動画で。おしましょう。おやすみなさい。